じゃあ皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。と久しぶりの動画になるんですけど、はい、先日ね釣り動画を上げまして、うん、まあ、それからですねキャンプに行こうかなって予定を立ててたんですけど、はい、まあ、仕事と重なったりしてですね、あと線状降水帯がですね福岡ら辺にいたのがこう降りてきて、うん、また雨続きだったりして、うん、なんだかんだでですねちょっと撮影できなくて、うん、まあ、大変感覚が空きました、うん、はい、まあその間ゆっくりできたっていうのもあるんですけど、うん、まあ、今回ですね、うん、だんだんね夜涼しくなってきたのよ ね、うん、まあ、鹿児島も、うん、やっと、うん、まあ、昼間は全然暑いんですよ、うん、まあ、熱中症に注意しないといけないぐらいなんですけど、うん、まあ、夜はねいい感じで肌寒くなってきたということで、うん、まあ、これから、まあ、僕たち結構冬活動するので、そうなんです、夏はもうねそう夏は暑くて、まあ、なかなか、まあ、雨、ね、雨とタイミングが休みのタイミングが合わなかったりとか、まあ、いろいろできないんで、まあ、冬に行くことが結構多いんですけど、でも今からね僕たちの、ね、アウトドアのシーズンが来るかなというところで、うん、まあ、今回ですね、ダウンブランケットを購入しました、はい、まあ、もう早速紹介しましょうか、うん、はい、それではですね今回購入したのはこちらになります。ワンティグリスのですねダウンブランケットになりますの、オレンジだね。はい、オレンジです。でこれね実はアマゾンと楽天で売られてて、うん、で結構人気でね、もう僕たちが購入してからすぐ品切れになっちゃったのよね。これいつだったっけ買ったの。ね、今日がこの撮影してるのが8月の23じゃない22なんですね、うん、で購入したのはまだちょっと前に買っていて、色がですねオレンジ、カーキ、ネイビーって3色あるんですけど、うん、で私たちはまあカーキが欲しいなと思っていたんですが、うん、カーキはもう品切れとなってて、そうそう、であとオレンジも残りわずかだったんだよね、うん、でネイビーはまだあったネイビーはまだあったんですけど、もう今その撮影してるこの段階ではもう品切れになってます、うん、で Amazon では9月15日入荷予定となってますね。じゃあ人気なんだね。で今回紹介するこのワンティグリスのダウンブランケットなんですけど、うん、似たような商品でね調べてみると、うん、安いのはもうちょっと安いのがあって、うん、高いのは1万円ちょっとぐらいのがあります、うん、でそのちょうど真ん中よりちょっと上ぐらいの価格帯で、うん、まあ、売られているものなんですよ、うん、いくらだったっけ5790円ですね、うん、っていう値段 のものになります、はい、まあ、それではちょっと早速開けてみましょうか。はい、はい、それではね今この袋に入った状態なんですけど、うん、この縦の寸法が 54.8cm でこの横ですね、うん、横が、16cm 結構コンパクトです、うん、コンパクト、うん、僕の顔と比べても、まあ、コンパクトのは分かると思うんですけど、はい、ダウンですので、うん、かなり軽量ですね、うん、で体感温度がですね5度から25度ぐらい の温度の範囲で使用することができるみたいですね、うん、だから、まあ、シェラフとかで寝てて、うん、なんだろうな、シェラフ のファスナーを閉めると暑いけど、うん、ちょっとそれを剥いで寝るとちょっと寒いとかっていう時に、うん、簡単に、ね、そう羽織ったりとかいう時いいんじゃないかなって思う、うんうん、外寸は先ほど言ったような感じなんですけど、こんなようにね、袋をかぶったようになってます、うん、で、このフックがここが取り外しできるものになってまして、こんな感じで ここの残りの2つは外せません。ああ、そうなんだ、うん、でここだけ取ってこう向くような感じ、はいはい、で、ちょっとこう下がペローンってなるけど、うん、こんな感じですね。で、中はあ、普通の これだね、開けることができます。だちょっといい？いいですか？はい、開けました。ちょっとこれで膨らむんじゃないかな。一つ言っていい？うん、最初にこれだけきっちり入ってるとでも私不安なのよね。いや、それね書いてあったのレビューでも、うん、不安だなと思って今微妙だった。なんか
最初でね、今までもきっちり入ってるものって、うん、入らないんだ。そう、入らないわけよ、後が直すときに。大きいね、大きいね。厚さ的にはこれ、あ、ちょっとずつ膨らんできてるね。うん、だからもう、うん、これデザイン的にはですね、うん、真ん中にこのあのワンティグリスのロゴがあって、うん、で四隅が色が変わってて、うん、ちょっとかっこいいよね、うん、オレンジでも良かったかもね、うん、オレンジでも良かったかも、色はかっこいいです、うん、で早速じゃあ、リバーシブルになってんだ。リバーシブルじゃなくてね、ただこの色が違うだけ。そう、色が違うだけで。でもリバーシブルにもならないの。リバーシブルではないかも。でここにですね、このようにあのフックがついてまして、こっち側のほら両隅に、うん、でちょっと来てみる、うん、はい、真ん中に来て。私、うん、これでこうやって、ほら、そうそうそう、わこれあったかいかもね。ね、ちょっと立ってん、ちょっと見切れちゃってるけど。あー、でもいいね。どう、身長163センチの嫁さんが羽織って、うん、下がどんぐらいだろう、16センチ角ぐらい、うん、結構いいぐらいのサイズかもね。手を出してみて。うんうんうん、あ、それでもいいしね。あ、これいいよ、多分寒い時とかちょうどいいんだな、うん、いいかも。あ、焚き火っていうか、焚き火、焚き火ではね、ダメだね、近くでは、ね、そう、うん、焚き火はダメ、ダメだね、多分穴が開く。だけどちょっと離れたところで、あ、寒いっつってこうやって座る分にはいいよね。そうそうそう、うん、全然いい。試しで1個買ってみたんですよ。そう、分かんなかったから、うん、あ、でもね、うん、試しに1個っていうよりは、僕はもうあの冬は焚き火の近くにずっといるから、うん、あのポリコットンかコットン製のブランケットを今狙ってんの、うん、実は別のものでね、うんうん、でサイズがですね、うん、長い方が195センチ、違うね、そうそうそう、長い方が195センチで、横がですね135センチだから結構ゆっくりあります、はい、でですね、あのこれを例えば布団として使う場合、うん、まあ、コットとの組み合わせですね、うん、がどうなるか、どのぐらいのそのサイズ感かっていうのを試してみようと思います、うん、はい。はい、で一旦ですね、ちょっとカメラを手持ちに切り替えてみました。でコットにあの単純に普通にかぶせた状態ですね、がこんなような感じで両方均等にしたぶら下がってんのかな。アンチグリスのロゴが真ん中に来たから。ああ、そうだね、今ちょうど。そしたらじゃあ寝てみる。うん、ちょっと寝転がってみて、どうですか。うん、まあ普通、普通、至って普通、ね、至って普通だね。うん、そうだね、うん、上にかぶって多分いいものだからさ。まあシェラフみたいな感じで、うん、こんな感じでもいいよね。うん、そうね、ちょっと暑かったら足出して、うんうん、そう、うん、来て、あ、こんな感じでも使えるな、うん、もういいね。ちょっと下がつくね、やっぱあの左右のバランスが崩れればね。ああ、そうだね。あ、でもい、うん、やっぱりこう、あ、春秋とかはいいかもね。うん、微妙な時期は夜中から寒くなってくる今からの季節にはちょうどいいかも、ね、ちょうどいいかも。シェラフは暑すぎるし、うん、だシェラフを下に引いて、うん、その上にこれを羽織るような感じで寝ると、うん、体温調節もしやすいし、うん、ちょうどいいかもね。そうだね。どう、なんかまあ総評としては、うん、いいと思う、ね、結構いいよね。僕たちの評価はかなり高いです。で、あの、まあ、あの嫁さんがこ の、 あのワンチグリスのブランドを狙って買ったのっていうのが結構言ってくるんですけど、うん、実はそうじゃなくてですね、うん、いいなと思ってたのがワンチグリスだったっていう、なんかちょっとこう嘘くさいんですけど、うん、なんかワンチグリスがちょっと多いじゃない、うち、うんうん、そうね、うん、だから今回も狙って買ったのかなって思ったの、うん、だからまあ聞いたんだけど、あ、まあ個人的には、まあ、ワンチグリス好きなんですよ、うんうん、好きで、うん、であのコストパフォーマンスと、うん、まあ、だから値段の割にしっかり作り込まれてるっていうので、うん、あのまあ、選んじゃう、う
ああそうなんだ、うん、っていうところがあって、そうだ、ね、あの値段的にはいいよね、うん、値段的には全然手が届きやすい価格帯で、うん、ほとんどのものが売られてるので、うん、まあ良心的だと思うんですよ、うん、でデザインもかっこいいし、うんね、こういうものも全然実用的だし、うん、いいのよね。ワンチグリスを好きだなと思ったのはやっぱりテントカラー。うんだね、あのポリコットの、ね、うん、そうだよね、うん、テントで、まあ、かっこいいなって使ってみたいなっていうのがあって、うん、であのこれあ実はこれあの自腹購入ですよ、うん、もちろん自腹購入です、案件じゃないですよ、うんうん、そうだから、まあ、1回案件させてもらってるんですけど、 それがあってのこのここを、うん、あのあえて使ってるのかなって思ったからそうそうただ聞いた、うん、ワンチグリス推しなのって言うのでめっちゃ言うんですよ。だから違うよって言って、でこのブランケットやっぱ肌寒かったりするから、うん、そのまあさこれからどんどん夜寒くなるじゃん、うん、で僕がそのカヤックとか行ってる間に待ってる間風が吹いたりしたら寒いじゃん、うんうん、朝とかさ、うん、多分、うん、寒いよ。そうだからちょっと羽織るようなのあったらいいなと思って、うん、まあゴロゴロしながら見てたわけですよ、うんうん、でほんとあ結構いいのあるじゃんってあのポンチョになるようなね、うん、って見たら、まあ、ワンチグリスで、うん、あやっぱりなんだと思って、うん、あで、まあ、安いのもあるんですけど、うん、まあ、せっかくだったらねやっぱりかっこいいのがいいし、うん、でこの四隅がね色変えられてるっていうのは結構評価高くて、うん、僕の中で、うんうんうん、かっこいいでしょ思ったより、うん、思ったよりなんですよ、うん、なんか安くて物はしっかりしてるし、うん、そのブランドとしてかなり形になってるから、うん、まあ、僕的にはかなりねあのひいきにしてるブランドなんですよね、うん、信頼してんだね。そうそうそう。で実はですねあのちょっとここに画像が出ると思うんですけど、うん、あのポリコットンの新しいテントがこの間出て、うん、で実はそれ結構前から狙ってたんですよ、うん、で前見たのはポリコットンじゃなくて、でポリコットンが近々あの販売されるよっていうので待ってたんですよね、うん、で僕たちあの持ってるじゃないですか、うん、であれで2人で寝るには、まあ、結構きついなっていうのは前々から言ってて、うん、で今度出たのはですね、うん、まあ、2人でも結構余裕を持ってあの寝れるっていうテントなんですよ、うん、だからそれも、撮影した日だよね、今日だよね、今日頼んで、そうそうそう、また後日届くので、まあ、動画撮ってねあのレビューしたいと思います。値段がまあ3万6000円で、まあ、そこそこするんですけど、やっぱり似たような形の広さのもので、うん、ポリコットのもので、で比べるとやっぱり安いんですよね、うん、安くて、まあ、機能もちゃんとしてるし、であのまあポリコットンテント今持ってるやつも結構あの使い込んでるんですけど、うん、まあ、そのテントの良さっていうのも分かってるし、うん、使いやすさみたいな、うん、あとその素材感とかさ、うん、っていうのも分かってるから、まあ、今回もうねあの何の迷いもなく、うん、安心して購入しました。はい、まあ、それもあのテントの中で2人でゆっくりできるんじゃないかなと思っての、まあ、購入だったので、うん、まあ、今後が楽しみです、うん、そう、まあ、今売り切れてますよっていうことだよね、うん、9月の15日から販売、アマゾンはね、アマゾンは、うん、楽天は、楽天はね出てない。ああそうなの、うん、5日は出てない。外国の直サイトで買えば、うん、あるんですけど全色ね、うん、送料無料であるんですけど1000円ぐらい高いです、うん、だから、まあ、入荷を待った方が、まあ、よっぽど欲しい人はねあの直で買ってもいいと思うんですけど、うん、アーリーエクスプレスとかねそこら辺で検索すると出てくるので、うんうん、まあ、どうしてもそのカーキが欲しければそれでもいいかも、待つよりは。あ、じゃあこれ反対でも使ってるね。ほらやっぱりリバーシブルじゃん。ほらやっぱりリバーシブルできるよ。あ、いいじゃない、リバーシブルできるってすごいじゃん、いいね、うんえ、よくない？いいね。結構ほらオレンジ目立つからさ、あなんか嫌だなって思う時もさ、うん、確かに、ね、あったりするよ、うん、これだったらさ、うん、ここら辺にちょっとポッケみたいの作ってあげてればさ、うん、よかったんだな、スマホ入れるような。あ、ここにね、そう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 、こうやってね、うん、ね、あこれいいよ。じゃあちょっと直せるかこの袋に入るかやってみましょうか恐怖。うん、なる。ちっちゃく最初でしないと絶対入んないもんね。うん、あ、すごい余裕あるよ。あ、余裕あった簡単に直せるじゃん。ほら、綺麗に直すことができました。はい、よし、こんな感じですね。うん、は
はい、ということでですね、はい、まあ、ちょっと簡単にレビューをさせていただいたわけなんですけど、どうだったでしょうか。どうだった？お値段の割にすごくいいです ね。これがやっぱりあのコスパがいいっていうやつだと思うんですよ。まあ、あのかぶったりさ、あの膝にかけたりっていうのは一緒なんだけど、うん、本当ボタンが何個かついてるだけで、うん、その用途が増えるっていうその発想がね、うん、やっぱいいよね、うん、で頑張ればあのリバーシブルでもいけると、うん、全然いけるよ。頑張らなくてもいける。頑張らなくてもいけた、うんうん、その気分次第で 気分次第でね、今日はオレンジだとかね、あ、そうそうそう、今日は黒だとか、はい、うん、いいと思う。あとは実際あの使ってみて、うん、あのその寒い中で使ってどうかなっていうとこなんですけど、うん、まあ僕たちがあのこいつに期待するのは若干のその保温性、まあがっつり寒いマイナス何度の時にあったかくしてほしいとか、うん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 、ではあったかくしてほしいとかそういうのじゃなくて、うん、ちょっとその寒い肌寒い時にただちょっとこう、うん、風をしのげるとか保温してもらえるとかっていうね、シェラフだけだとちょっとあれだなっていう時なんかもその上にこうかぶる程度でもあったかいし、うんうん、まあ、私たちほら一回もキャンプで冬を越してるわけじゃない、うんうんうん、で経験してて、うん、このぐらいのあったかさだと全然いけると思う、うん、それではですね、うんうん、あのこれから寒くなる季節に向けて、まあ、これを購入したわけなんですけど、うん、まあ、皆さんもねよかったら、まあ、参考にしてみてください。はい、はい、まあ、今後、アウトドア行く機会が僕たちも増えると思うんで、うん、どんどん寒くなってくればね、そうこれからですよ。そう、雨が少なくなってくるんで、うん、もうこれからもアウトドアシーズンかなと、うん、まあ、虫も少なくなってくるし、 それも結構大きいのよね、うん、自分たちにはちょっと夏は合わないね、うん、まあ、今年思った、ね、夏は合わないっていうか、もうその夏はタイミングが難しい、ね、雨で、うん、だよね、通り雨もあるし、うん、本当厳しいです、うん、ね、南国の夏は、うん、楽しかった、はい、ということで、はい、まあ、今回の動画が良かったらいいねと、あとチャンネル登録の方よろしくお願いします。じゃあそれではまた次の動画で会いましょう。バイバイ、バイバイ。ええやん、これええやん。良かったね、これ良かった。友達になりそうだよ。Kisses and sunshine and mischief. Yeah, we had one of those things. We just had one of those things. Ooh. I guess I've had some things to figure out. But now that I'm done, I'm full of doubt. Was it easy for you? Yeah, was it too easy for you? You're so-